さあやっていきましょうか。さあ前回ですね、佐竹をぶっ倒しましてですね、次はこのいわきかな、いわき相馬といった具合、ここに勝負をかけていきたい。しかしだがしかし兵糧がございませんね。7000しかない。さあこれはどうしていこうかというところでございます。兵糧がなくてもですね、これは行けばいいんですよ。行けばいいんです。とりあえず神前でも送ってみようかな。周り最上、そして最上と豊臣もう一回、もう一回一応これあれですよ、愛してる二人の大塚なんだっけこれ、リップスライムと失楽園ベイビー、大塚愛だそう。大塚愛生いいよ、主も生好きらしいし、生初めてで興奮します。何を言ってるんだ君たちは、何を言ってるんだ。私が今から米をね買ったり真面目に今ゲームをやってる時に、何を生がいいとか、生がいいに決まってるじゃないか。それは生がいい、できるだけね隔たりなんかない方がいいんだ。2人の間には隔たりなんかいらないんだよ。何を言わせてるんだ。民中四蔵家とかやってみようかな。この志必ずや果たし。ちょっとこれはあれかな、画面の音が反響してるかもしれない。いろいろ音質に気を使っていくんだ私は。それでどうせ宣戦布告するんだここらへん。どうせ宣戦布告するんだからして、もうやっちゃう、もうどんどんやろう。容赦はせぬぞ。どんどん宣戦布告しよう。助太刀か。あ、でもあれかな、9月になってからの方が兵糧の入りがいいかな。ああそうかもしんねえな。ちょっと早漏したなまた。とりあえず1万もあるから、1万兵糧作ったから攻めるぞさーて我ら得意のデスマーチだ。開始していく。兵糧1万3000だから1万3000でいいかな。兵も1万3000、そんなところでいいんじゃないか。あとはだな、そうだな、これは魚での方にしていこう。魚で紙幣よりも足止めだ。こういった具合でちょっと使えていく。これも森春の木崩しだ。森春も使えるんだ。でこれは足止めより木崩しの方がいいかな。こんな感じでやってまいろう。こんな感じかな。よし、もう早速攻めていくんだ。あ、金田さんどうも。メカの元だよ。し今週のびっくりドッキリがメカ発進、宇治原号インパール作戦だ、進め。さあお、出てきやがるか、我らと戦おうというのか、いわきよ、男いわきよ、葉っぱのお兄ちゃんかお前は。文禄にね秋、我ら東北侵攻を開始したのでございます。ほらもう兵糧は22000、たっぷりござる。兵糧がたっぷりござるぞ。よし、ここでさらにだ、我ら相馬に対しても宣戦布告していく。秋だからだよ。いっぱいくれるんだな、秋だから。いいやつよ、秋だから。いくらくれんの。差し入れが30、大して増えてねえじゃねえか。しぶちんだなあいつ、しぶちんだわ。参ったね今夜は少年隊かな。よし、進め、もうどんどん進め。おお、ひっくり返っちゃう、引っ込んだぞ。あ、ちょっと待って、伊達が相馬行ってる。伊達が相馬入った。あいつそうやってさ、人のさ、もうさ横取りすんだよ。漁夫乗りってやつさ、こう漁夫乗り。ほんとさ、武家の風上にも置けねえよな。人が宣戦布告したところにさ横槍で入れてくるの。ほんと武家の風上にも置けねえ、そんなやつ言うことやるやつ見てみてえわ。ああ見てみて、いまだかつてそんなやついたのかと見てみたいわ。ほんとまあ伊達についてあげるけど手を貸してやる、手を貸してやる。よしよし、遅れるものは切る。何遅れるものは切るだよ。ほんと横取り、横取り40万かお前。えそらね、行くぞ。私はね先にやらせないよ。それ入る入る、先に入る先に入る。進め。そうするとどうなるかな。おおあいつら3箇所。誰、春信って誰、春信って誰。葛西か、葛西行くか。ほう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 、葛西まだ届かないわ我ら。誰ブーメランすぎるって言ってんの6ヶ月兵を貸しだぞお前。お前兵貸してやって、その後ちゃんとその恩返してくれるんだろうな。まあ貸してやろう。いいよ金銭2000円。安いね軍馬。あ安っ、安いわ。いや鉄砲が一番見入りがいいんだけど、鉄砲1000もらったからってな、なんか金銭の方がお得な気がする。金銭はだって漂亮になるもの、うん、お米が食べられるものお金で。鉄砲でお米は食べられないが、うん金銭にしよう。礼を言うぞ。礼を言うか。おおもうだって早いな渡り軍、渡り軍もうだってはあんなに相馬入った。蹴散らした蹴散らした。ああちょっと待って待って、おこの相馬どうなるのよ。出てきたけどもこれどうなるのよ。だっていわきには宣戦布告しなかったっていうことは、っていうことはだ、あこれ余裕でいけるじゃねえか。こんなとこ14000入るんだ。で相馬さんたら2600ぐらいしか出せなかった。これ勝てる。これは先に行こう。先になんで相馬さん飛び出しちゃったよ。飛び出しゃい。相馬さんも青いだなんだったのだ。おっとおっとおっと、渋枝砲、渋枝砲が入ったぞ。これはこれはでかい。さすが佐竹さんやで、すごいよこれは。さすがやで佐竹さん、ホクホクやで我ら。その早速取ろうよ、その階段だか渋枝だかさ、ね、いただこうよそれね。さて何からやっていこうか。何から始めればいいのかわからないまま、大名発言でも入れてあげるか。いやそうするとな論議がなくなっちゃうな。宴会やらなきゃいけないから、宴会、宴会1月か。これもう12月宴会間に合わないな。宴会は1月にしよう。うん旧暦だから大丈夫、旧暦だから、うん旧暦だからさ大丈夫だ大丈夫。ゲチョさてと19000で小浜城まで行けるのかこれは。うんとりあえず伊達と切り取り合戦だから、これはもう政宗どっち行くんだこれ。政宗小浜入んの。いや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 、飛び地になるからやめて。それ小高行ってよ、頼むよ。あーあー負けるか負けるか、勝つか。ああ負けた、負けてるじゃねえか。手を打ちましょう。ああこれこっちも負けるんじゃないか、これこっちも負けるんじゃないか。ああ負けてる負けてる、これ絶対負けてるわ、絶対負けてるこれ。だってここ領地だもん。ああああああ最上と通称あれ義明さん、義明さんグラ変わったね今ちらっと見たけど。あああ真田と同盟組める、真田と同盟組めるんだから。ゲチュクモクモ真田と同盟。さあ同盟よこせよ。12ヶ月か、まあいいだろう。お豊臣同盟同盟同盟24ヶ月。同盟さえ組んでおけば宣戦布告でたんまり米がもらえるっていう寸法だよ。宴会優先でしょうがないよ、そういうルール作っちゃったんだもん宴会ルールやりたくないんだけどさ。ここいやー勝てないな、城入り合戦勝てないな。いやもうだいぶ距離ロスしたけど、井の平入ろう。だいぶロスしたわ。さあ真田と同盟締結、豊臣同盟再び締結。さあ井の平入って、もう米が8700しかないのに包囲とか言ってる。99日持たねえしこれ。いやーこれ返すしかないな。しかもいつの間にか3000いるし、これ参ったね。今夜返そう。部分記事を出していく。はい6000で足りるかな、どうかな。行くぞ。これいきなり失敗したっぽいね。これ失敗しちゃったね。これズッチーナ言ってるなマリオさん、ズッチーナってなんだよ全然ズッチくないで。こっちがさ、佐竹にさ、だって宣戦布告したの伊達が取るんだもんよ。あいつほんとズッチーナ、ズッチーナ。こっちの宣戦布告をさ、あいつ取るんだもんな。聞いたことないよそんなの。横取り聞いたことないわ。あれ家宝ないんだっけ。家宝ないんだ。家宝一つも持ってない。これじゃ米が入らないな。家宝買う金もない。落とせるかな、包囲足りんのかな。70日、あだ大丈夫かな。70日か。10日分残るな。米10日分残る。よしギリギリ白が落ちる。あ、水攻めで落としたね今田村が。おい田村家が落とした。田村家が落としてるんだが。おい田村攻めると、でも伊達と漏れなく戦うことになる。しかも田村に届かない。領地が接してない。完全にあいつ田村を囲いやがった。やられたわい。軍事農業にしようかな。で対名を優先して取らなきゃいけないから、もうこれとこれになっちゃうんだ。これにて表情で新年会だ。で大宴会用に論議は10残さなきゃいけない。論議は10残すなんてバカバカしいんだやったりしたんです。おっと刀剣に使えたように誰かな。平塚行部太夫だ。おお、もうわからねえぞこれも作った本人もうちょっとわからなくなってくる。これどっかの上司だよ。これどっかで海老ヶ島かな。海老ヶ島か、まあ、小田城の市場の上司なんだけど、これ見ていきましょうね。ほらもう相当マニアの織田マニアしかわからない感じになってるんですよこれは。士官1年目に合わす平塚行部太夫海老ヶ島城主ってもう、振り仮名振ってますね私。なんて私自分のことは自分がよく分かってるんだ。これはもう分からなくなると思ってそうやって振り仮名振っておいてる。海老ヶ島城主です平塚行部太夫。なかなかの猛将っぽいですね。剣豪長連猛攻持ってる。これ平塚氏は結構いたんですよね、小田氏の家臣で。海老ヶ島城主、結城と戦うと真っ先に取られたのが海老ヶ島とかあそこら辺ですね。皆さんおだしのねお勉強一緒にしましょうね私とね。嫌だって、まあそう言わずにお願いいたしますよ。さあそして忘れないうちに大宴会やりましょうね。大宴会忘れないうちにやっていく。この志必ずや果たしてみせようぞ。大宴会、どんどんパフパフしていく。さあ今年もいい年になりそうだ。さあ米を買おうか。米を一応買っておくか。ギリギリ間に合うからいいか。それとも、間に合うからいいか。家宝が買いたいんだ。家宝が買いたいからして、笠井家は伊達が強い。まずいな、伊達が強いな。伊達が強いともう私たち進むとこがなくなる。あと32日。今月にも落ちないのか、今月になっても落ちないというのか。これはおっと、来た、5000円の家宝を買います。兵糧もらえるか。お、最上と、おお、グラかっこよくなったな。鉄砲担いでる義明子、鮭様かっこいいな。上杉はなんか豊臣となんかメラメラしてるのか。裏切り者には死あるのみ。どうも皆さん上杉とちょっときな臭い感じになってる。これ上杉ドンパチあるな。それはちょっと面白そうだな。わら、上杉の越後まで出張るか。ここからものすごい飛び地になるけども。兵糧よこせよ、兵糧11000。あ、18000。さすが天下人は兵糧の払いっぷりが違うもんな。渋人の徳川とは違うんだ。よし、これで18000の兵糧が入ること確定した。よし、飯の平、あ、落ちていく。よし。あれ、いろいろあったけども、うん、いろいろあったけども、さて捕獲12345人、いいですね。こういうとこ取りこぼしたらですね、やっていけないんですよ。相馬取りこぼされちゃったけども、伊達め抜け目ないな。伊達はでも、伊達もここからですよ。もうここから先伊達も難しいぞ。これ南部、秋田、最上、うん、そして上杉、これらに囲まれていくんだ。伊達は生きていけるかな。宇治春港は騎乗だ。うん、天安号騎乗。帰りのバス乗ってください。それで進めるか。おなんだ、我が軍略をもって乱世を終わらせる。みんな出陣するぞ。脱糞号が発射だ。どこに行くんだバキュームか。上杉だ。来た。上杉徳川戦争が始まったぞ。さあ徳川方には豊臣、最上、我らも徳川についていく。手を貸してやる。うん、そしてそれだけか。うん、攻めていってる。ここからどう戦乱が広がっていくかよ。ただしこれ徳川が勝たないとダメだろうな。徳川が勝っていかないと乗っていけない。漁夫の利を得ようなんて思ってない。うん。さあ最上と同盟だ。あ、長雨かい。災害が多いな。大田原、真岡がまた食らってる。真岡も地獄のような場所になってる。南部と結べないか。南部遠いんじゃないかな。これよりどうだろう。こういうのなんていうんだっけ。遠行近行、そう遠行近行、スココンコンバッコン行ってみましょう。南部遠い。お、最上婚姻ができるよこれ。誰もらえるの。もらっていいかしら。義姫くんの。へえ、すごいね。すごい、これ欲しいな。嫁さんよこせよ。ほら、最上婚姻しようぜ。婚姻、その嫁よこせよ。だって嫁くれるんだろ。いいじゃねえかよ。うちのボンクラが嫁一人でさもらってきたら、もうそれだけでさ、ボンクラでも使い道があったってことだよ。こういう使い道もあんだ。ボンクラでも種があんだからさ。やったぜ。これ受けてくれるかな、最上。ボンクラとの結婚。かたじけない。徳川上杉どうなるかですよ。勝てるかな。はい。おっと、上杉が勝ったぞ。これは乗れないな。これは乗れない。漁夫乗れない。おっと、そのまま通っていく。真田領を通っていく。真田領、また、あ、ちょっと待って、下の方でなんか義明が言ってる。婚姻の申し出を受け入れよう。これより我らは血のつながりを持つこと。婚姻同盟決まりました。最上と、よーし、これで伊達をサンドイッチ攻撃できるぞ。見てみようか。最上の娘さんも来てるんだろ。最上文、二階堂文みたいな感じかなってなんだ。ちょっと男っぽいな。これ男の娘入れてきたんじゃないかこれ。本当はすごいな。先方新参希望持ってるんだけど。利水成就、証券経営、パラメータも8889と、これすごいじゃないか。当家でもうトップ3ぐらいいくぞこれ。まあ、当家はボンクラの家だけども、すごいじゃないか。やったぜ。強い武将1人入ったぜ。最上からタダで、しかも最上と婚姻同盟だ。来た来た来た。ペロペロふみちゃん、ペロペロふみちゃんが嫁に入ったのにまだ名前が最上なんだけど、これどういうことなんだろう。なんでお題にならないんだろう。そんなひどい話があるんだろうか。これにて表情。お、なんか入ってる、なんか入ってる。来た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 。これすごいな。渋枝法、評量収入増加、支援時人口増加、収穫不足時不満減。すごいじゃないか。これは取っていこう。あ、毛利の豊臣包囲網か。おおおおおお、真田豊臣包囲網入ったか。あれ、これもう真田行っちゃっていいじゃないですか。これいいじゃないですか。これ真田行っちゃって、真田だって小国のくせにこのさ、もう同盟ここしかないんだよ。で包囲網豊臣入っちゃってさ、手切れはでもあれだよな、信用下がるんだよな、周りの多分。いやー、考えどころだな。信用下がるのやだな。いや、手切れとかよくないよね。あれ、交渉できない。手切れできないね。そんな簡単に手切れはできないと。同盟2って書いてある。同盟2って、あと2ヶ月は待てってことかな。真田あと2ヶ月だ。あと2ヶ月待てばよろしいということ、そういうことですね。手切れしたら婚姻解消される。ああ、なるほどね。婚姻解消はやだな。せっかく強い嫁もらったんだよ。もう森春のさ、3倍ぐらいのさパラメーターの嫁もらったのにさ、それを手放したらさ、俺みたいになっちゃうじゃん。誰が離婚集体だこの野郎。離婚届打ってない。私は書いたんだ。やかましいわ本当に。シュタさん、早速ゲームでも手切れ。やかましい。いいところで言いやがる。そうやって皆さんに突っ込まれて、私はね、生きてるなっていう感覚を取り戻すで、何やってんだっけ、ゲーム何やってんだっけ。9月になりました、9月になりまして、真田をどうしようかっていうところですね。はい。おっと、伊達と南部が戦いだ。これは不参戦だ。我々不義理ゆえ不参戦で参る。徳川が兵を貸してほしい。いやー、貸したくないな。これから使うんですよ、真田戦で。徳ちゃん、徳ちゃん、徳ちゃん徳ちゃんじゃないか、だっぷんちゃん使うんすよ。へえ、まあでも貸してるか。どんぐらいいくの。結構なとこチェックつけてんなおい。4条は多すぎだろ。ダメダメ、4条は。4条ダメ。ピルロン、名約に従うと思うんですか。これ何、これやばいの。これ軽い気持ちでさ、いやこっちだって都合があるじゃんって言ったらさ、随分こちらあれだな、織田勢随分大きな権力になってきた。いや織田じゃないんだけど、権力持ってんのは。そしてもう一回上杉行くと、上杉に行くんだったらやっぱりなおさらこの真田取らなきゃいけない。あかん言われてやっぱりあかんかった。お、最上上杉に攻める。いいですね、いいですよ。手を貸してやる。これ乗っていこう、乗っていこう、どんどん乗って。上杉攻めだ今。ブームは上杉攻め。伊達も攻めていってる。あれ、伊達も行くのか、上杉攻め。いや、これどっちに行こう。これ伊達攻めた方がいいかな。もうこれは逆に、いやーどうかな。そんでも伊達ちょっと余力を残しての出陣だ。シャイニングが血行仮面で、佐竹義重、そしてふみちゃんだ。これにて表情を終え、ふみちゃんをペロペロしたいでごわす。こんな感じだったっけもうだいぶ忘れちゃってるぞ。犬伝令だ、犬伝令。論議が30残るから OK です。もう大宴会のことなんで考えなきゃいけないのこれ。犬伝令取りました。そして家康6万7千もこしらえてきた。上杉だな今。ブームは上杉攻めだな。これ乗ってかなきゃいけない。いや、先に上杉行くか、真田よりも。どうだろう、このブームに乗ってった方がいいかもしれない。何せこれ賛成力が出してるから、賛成力が、これは乗ってくべきかもしれない。よし行こう。上杉に宣戦布告だ。こうなったら容赦はせぬぞ。容赦はせぬぞ。助太刀いたす。助太刀んこ。助太刀するぞ。助太刀んこ。さあ他一勢力、真田もついたぞ。真田もつかざるを得なかったか。5800、ちょっと渋いんじゃないか。なんで豊臣さんいただけなかったのかわからないけども。さてさて出てまいりましょう、出てまいりましょう。これはどこから行ったらよろしいか。いやどこから行ってもダメなんだこれはもう。もうどこから行っても遠い。このあと真田を攻めようと思うと、まあ徳川領を通らざるを得ないか。連携が取れない、孤立してしまう。ああ強いな。ああこれもいいんだ。これ伊達アナ、伊達アナルいや伊達アナルでしょこれ。読み伊達アナルだってね。ほらだってほら、あれ振り仮名振ってないな。振り仮名振ってないから伊達アナルだと思うんだけど、おばさんだよね政宗の。そこまでしててなんで読みがそれなんだっていう気のせい気のせい。合ってないかやっぱり。そうか、遅れを取るな。妨害部隊はいらないねさすがに。これだけ3勢力入ってるんだ。2勢力負けても1勢力が残る。4勢力目だこれ。いけ。さあ来た最上義明対水原。これは戦いならないぞこれ。2000じゃんこれ。最上がやすやすと入っていく。上杉領入っていく。それは最上はね上杉が嫌いですよ。あった。しかし最上の後ろから安藤が、おい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 、後ろから撃つなんてひどいやつだな。あいつひどいやつな。安藤のことはもう忘れないぞ私は。あんなひどいやついるんだ。うちの最上、あまた上杉が勝ったぞ。おこれ旗色悪いな。これなんだこれ。田村家の佐藤さんはいけると。これ内容だなこれ。もう内容だこれ。よし行け。上司にしてやる。上司。ただどこの上司かはね分かりませんよ。これから取る城の上司かな。ここ取ったら上司にしてやろうかなんてね。ペンペングさんもはいねもうかの上司にしてやるよそれでいいんだあそこがどんな城かも知らないくせにすぐ内容だ。すぐ引き抜いてやるんだ。なんてことだ裏切り者にはペンペングさんも生えない城がよお似合いだろうがよいやしかしこれは坂戸城が取れれば、お伊達家の浜田ちゃんは揺らいじゃってんの。また伊達家から引きのあなんだおいおい、まあ密約急にキャンセルだとびっくりしたな。さあ工作してまいろう。 97% か俺3倍引いちゃうからあ大丈夫だった。さあ城主確約が 100% になりましたゆえ、さてそうだな壬生っていうペンペングさんも生えない城があるんだけど君知ってるかな裏切り者にはペンペングさんも生えない城がお似合いだ。なんてことだ。さあこれで伊達からも恨みを買っていく。いずれ攻められるであろう。さあ最上が戻っていってしまった。これでちょっと待って、これ上杉攻め早計だったんじゃないかこれ私たちには。そして真田と切れる。報告いたします。そこもだよ。真田と切れたのもあれだし、真田を攻めるにも拠点は4つだけども兵力はまあまあ持ってる。ちょっとこの兵力で真田を攻めるのは難しい。で上杉はもうちょっとこれ難しいと見たぞ。これは兵力の回復半端ない。ここがちょっと分岐点だろうな。ここ一回考え直した方がいいだろう。このまま上杉領入っていっても勝てる公算があんまりない。せめてあれだね、他のところが拠点包囲入れるぐらいになっていかないと難しいでございますね。いやこれ真田行くしかないだろうもうこれ。ん支援関係にある。ああそっか上杉攻めのあれになっちゃってる。いやってことは上杉にこうは入れないと真田を攻められないということだ。考えたら真田切れるのを見越して一旦こちらに支援入れやがったか、そういうことか。しかも上杉が勝つと見てた、最上は引き上げた。でも最上どうだろう、安藤に最上が勝てばもう一回上杉に攻め、いや攻めないんだよな、 AI ってこういうの戻っちゃうんだよな。せいぜい1万7000だもんな。上杉は攻められない。とりあえず上杉講和だ。もう一旦講和でよろしいでしょう。かしこまりました。どうせ上杉が我々を攻めようったって、そんな攻められやしないんだし。出直す。くそー、真田に振り回されたな。真田のせいになってるけどもいや、この最上を後ろから打ったこの大型剣がいけない。この大型剣が空気を読めない。大型剣が伊達も引き上げた。これはもう無理だ。これはどこだ、真田城。え、ちょっと待って、待て、これ真田城ってどういうことだ。豊臣が真田に攻めるということじゃないか。これは早く講和早く講和。そんなに評論を上げたくないよ。誰だよ上杉攻めようっつったの。おい、上杉攻めようっつった誰だよ。私だよ西岡澄子だよ。くそ損ばっかするじゃないか、この織田家ってのはさ。織田家ってのは損ばっかりすんのか。これだって真田に乗ってくしかないだろ、真田攻め。これが本線だ、これが本線。ここが本線だったのにさ、おいこれはなんでこんなに未来が読めねえんだ、この織田氏春ってのはさこの講和承諾再交渉拒否。この講和は承諾しまーす。これで2万6000か。でもここで宣戦布告するだろ。そしたらなんぼかもらえるだ。なんぼかいち早く宣戦布告や覚悟しろよ豊臣徳川だけか。これ1万4000。よし取り戻してよし取り戻して金銭軍馬鉄砲の分我々はプラスじゃないか。これでプラスじゃないか。もう一回出るぞ、いや戻ってからじゃ遅いんじゃないか。もうどんだけだ、今どんだけだ。唐沢山祇園あたりから出せるぞ。これ小田城も出せるいけるじゃないか。もういける。傷は浅い。岩光だ、雪村守る岩光だ。雪村対戦国最強の雪村対最弱の織田氏春の戦いが今始まるんだ。奴が守るは真田丸かもしれない。しかしだ、後軍開始遅れを取るな。岩光向かうぞ。これでも出しといた方がいい気がするな。妨害部隊かく乱部隊2万3000になっちゃったけどもね。これ2万4000ぐらいになっちゃったな。足りるかな、兵糧。足りるかな。さっき結構使っちゃったもんな、兵糧。お、また密約だ。すぐ密約に飛びつく。92% だぞこれ。おお、で城主確約か。いろんなところの上司が増えていくな。そうだね、君はそうだな、飯野平の上司なんかいいんじゃないか。うん、完全な飛び地だ。あ、それでいいかい。また伊達からむしり取ってやったよ。内容だ、くたー、なんたることだ。伊達攻めてくるな。これまずいな。ここで攻められたら一番まずいやつなんだけど。よし行け、真田攻めだ。おお、びっくりした。最上がもう上杉攻めたかと思ったら違うんだ。これは最上が勝つ。あ、宴会シーズン入った。大宴会しょうがないな。まず大宴会だね。これだいぶ抽選もね下がってるわけでございますし、まず大宴会やってもらいます。この志必ずや果たしてみせる。出た、でっかい金玉が出て大宴会だ。他に行けるのかな。あ、繊維が上がる。1000円あげちゃおう。余っちゃって余っちゃって。でっかい金玉また出てきた。大義名分だ。もう一個いける？もういけないか。家宝が出ることを祈って進め。南家宝狙いだ。おっとこれどうなる？ああでも岩櫃以外から出してきたか。これ厳しいな。岩櫃残しもありだな。豊臣が勝つ。豊臣が勝つか。あーで雪村5000が出てきた。雪村5000が出てきたが、これ佐藤さん奥行け。これ佐藤さん奥だ。奥。これワンチャンある。白取れる。これ佐藤さんでもこの雪村が出てきて、でも3部隊でしょ。さすがに勝てるだろうこれ。戦場選べば7500で雪村といえど3部隊。いや強いな雪村1700を倒せるのか。いやでも倒すしかない。これは山をやるしかない。表裏卑怯とか言ってるぞ。見せてやろう。敵軍のなんか軍技力えらい減ると。徳川と上杉戦やめる。我に続け。まだ出してくる。なんかあいつら軍技力どんだけ上げるんだよ。当たるぞこれ。我に続け。これ何これ次はおおマックス出してきた。こっち大円化しか出してないんだぞ。報告いたします。さすが戦国のサラブレッドは違いますな。戦国大名。これより表情を行う。全く勝てる気がしない。多様な策はいかがでしょうか。中学生とね大学生ぐらいの戦いに見えてきたぞ私は今。さあここが運命の岩渕の戦いが始まるんだ。兵糧があと26000。岩渕を落として終わるぐらいかな。ここなんかあべこべになんか入ってるかと思ったらもう2700も出ちゃってるんだ。難しそうですね。よしいけ。勝てるかな。雪村3部隊7500体なんだろうな。この3部隊がすごく強そうに見えるな。こんなに3部隊相手が強そうに見えたことがあるだろうか。これ旗のだったらまだ勝てる気がするけど織田だもんな。で軍技力76か。76しかない。なんかいろいろ削られてって、ああそういうことか。倍になってる。作戦が倍になってる。うわこれひどい。作戦いらないんじゃないかもうこれ。あここも倍ですか。あっちゃーなんか一発出したら終わりじゃないのこれ。あらこれきついな。いやどうするこれ。せめてのろしばかな。いやどうなんだろうこれは。まあ一発狙いか。本陣切り込み一発狙いか。一番現実路線は一番効果高そうなのは。で3部隊ながら陣につらせよう。それでちょっと本体だけでも切り離せれば御の字だ。1700だろ本体が。何にもつけらんねえのか。まあいいや狙いはもうこれしかない。で切り込み隊は佐竹だな。申し分ない。で佐竹で切り込んでさらに速度と攻撃アップの鬼吉重を発動 できれば一番いいパターン。勇気で魚手で引き離しを狙う。織田氏春はずっと後ろで待機だ。それしかない。いざからせ岩櫃の戦い行くぞ。これは難しいぞ。まずゲージ3までたまるまで待たなきゃいけない。ご命令。まず陣に敵が寄ってくるだろう。始めるぞ。そこを見ていく。あとちょっと前出て足並みを揃えていこう。もう先方4つもたまってんのか向こう。敵の威力真田信忠だ。おじさんたぬき火痛いんだよなこの兵数だと。たぬき火だうずみ火だ。たぬきに見えちゃうんだよなこの字。やっぱこっちを確実に引っ張ろう。1部隊減れば敵の戦力は 33% だ。単純に言ってあとは魚でためるまで待って横陣横やり入れていく。難しいな切り込め。ここの攻撃はうまくいっている。ここはもう割と早く倒せるだろう。とりあえず前か、とりあえず前へ進めていく。でここで出そう。ここで本陣警告も出す。本陣警告、これで佐竹は雪村にゴリゴリ行くわけだけども、これ500しかないのかも。魚でとかいう場合じゃなくなってきたなこれ。ご命令。お前ここは怠慢で見とけばいいかも。進めよ。やりたい。進めて競技出てきたよ。これだ、強いやつ出してきた。ああでも佐竹いい攻撃出してる、いい攻撃出してる。60ずつ減らしてる。でもこれ佐竹いきそうだな。恐れるな。本当に佐竹抱えたのは良かったよ本当に。やりたい。いけるかな、ギリだなこれ。やりたい。前へ。今さら奇襲が入っていく。そして壊滅。真田おじさんやりたい。前へ。やりたい。まだ出すのかそれ。それ強いからやめてほしいんだ。衝撃プラスにするか、規制崩し。規制崩しで落ちるの1段階だもんな。攻撃が3段階のうち1段階。攻撃上げると地味にこっちの攻撃のダメージが1割ぐらい上がるでしょ。こっちにしてみるか。技巧、技巧2回やっても意味ないか。そうだ、攻撃ができるかどうかなんだよな。まあ1回使うか。それが我が戦よ。入るかな攻撃。油断したか。わかんねえな。あ、入らないのか。攻撃向こうかこいつもしかして。あ、そっか。そうだった。そんなやつだった。そうだそうだ。そんなやつだった。紅の一撃そうだった。くそー。あ、でも今入ったの。切れたなあいつ。役が切れたな。よし、もう一段階上げたらどうなんだこれ。無意味かな、無意味かな。まあどっちにしろもう倒せるけど。切り込め。50、はい。よし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 。残りが3200。城落とせんのかいこれ。なんか少し我らに勝とうなど10年早いわ。10年早いんだぜ。よく言うわ、よく言うわ。さすがに300は落ちるぞ。あ、700に増えた。さすがにこれは落とせるぞこれは。あ、強行プラスモグラでいいんじゃないかな。相当早く落ちるだろこれで。相手守りの兵数足りてない。よしいけ。よし岩見君落とした。我らよし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 。えらい飛び地を作ったな。またすぐ上杉に攻められそうだ。いいぞ真田信勝。川原綱家。雪村は来なかったけども。ちょっと待って、えらいもりもり増やしてるじゃねえかこれ。いやーこれ参ったな、これ参ったな。いやーこれは足りないよ。兵糧が足りないよ。114日ないよ。我々114日もないんだよ。これはきついぞ。いやこれはきついぞ。行くとしようか。いやこれ減らしていけるかな部隊数。これ打って出てきたらこれ絶対まずいし。でもここは是が非でもこれは落としたいところ。1万ぐらいまで落とすか。でもし打ってってきたらでも向こうは5800のフル部隊が来るわけだ。8000かな。どうすか8000ライン。8000ライン。いや1万で1回1万で様子見るか。1回1万で様子見よう。でもういっか、ここいっか。ここもう即返すか。もう即返す。もう1000下がってもいいでしょ別に。今回の繊維の上りくらいが下りが甲状腺関係ないから確か。これで見よう。打って出るかい。打って出るまではない。よしよしよし。あと商いを始めます。よしよし、いいぞ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 これ。よしよし、もう一個欲しいんだよ。もう一個欲しいんだよ。買いてんだよ。もう一個売ってくれよ。売ってくれよもう一個。よしこれ豊臣から米を引っ張って、豊臣から米引っ張る。よしよし。よしよし、16000か、いやもっとないか、もっとないか、もっと米やれるうちないか。あお真田はないわ。あ米持ってないんかい、持ってないんかい。あ豊臣の16000か、これが最高値か。16000引っ張る、これで落とせるだろう。2万あればなんとか3ヶ月くらい持つんじゃないか。うん、でさらに家宝売ってくるのを待とう、我々待とう。よしよしよし、見えてきた見えてきた見えてきた、真田丸ヶ会の戦略見えてきた。よし、これで兵糧が手に入った。23000、戦い、うん、どこ行くんだ、どこ行くんだ。伊達行くか、ついに伊達行ったぞおい。いやーこれもうつくしかないもんな、つくしかないよ、つくしかない。手を貸してやろう。しかし我らこれ防波堤だからもう世の汚れをこれ来る可能性もあるよ。伊達がいけるんかい。伊達家が対面の対象となった。伊達家援軍出せないってことか。でも田村ぐらいしか来ないんだから。塩農城、へえ、塩農っていうんだここ。まあそこはちょっと頑張っていただいて、我らも間に合えば伊達征伐行きましょうというところだ。あと2ヶ月半、7月には落ちるということだ。最上と上杉輪を結び、最上は空振りに終わった。なんだ、ああ同盟期限切れか。ちょっとやばいな、ちょっとやばいな、その同盟期限切れ。ご命令を受けてくれるかな、ここで。いや受ける絶対受ける。え新章が低いまでああちょい、なんでそんな新章低くなった。あれか援軍断ったやつだ大丈夫かなおい。いろいろ点と点がつながっていくなこのゲームはさ、やったことが全部自分に返ってくるわ。さあ最上勝つぞ。最上が北に半島を広げている。義明か。最上大丈夫かい。最上につくしかないだろうが。手を貸してやろう。伊達は攻められながらよくいけるな。徳川って動いてるの、引っ込めた。伊達攻めをやめました、中止かけましたね。よし徳川同盟締結だ。はっ、お願いいたしますよ徳川さん。ちょっと徳川こんなにもう徳川なしではこれ領地の間も通れないから、もう我らこれ徳川の囲みの外にこう広げていかないといけない。これいずれはここ通れるの、ここ大体この細いとこ。さて6月、おっしゃ落ちた。我ら海津じゃ。織田氏春がインタビューしたの。織田氏春がこんな北信濃まで来てること自体もうすごいことだ。あギリギリつながってるな、これギリギリつながってる。大丈夫、まあつながってるとかもうつながってないとかもうどうでもいいような気がしてきたけどもこんなところに飛び地作ってる時点で。よし捕縛来てる、堀田作兵衛、小山田重政、矢沢の頼康の方だ。高梨内紀頼綱、有名人ばかりいるよおいおい。こんな有名人ばかり。あでもこれエース放出ルールだった思い出しちゃった。エース放出のルールだったこれ。あ参っちゃったな。大体この嫁を手に入れること自体これちょっとエース放出ルールからちょっと外れたような気がするな。やっちゃった気がするな。エースっていうともうこの小松あたりからもうエースだろうな。このから上はもう全部エースだろうな。この真田家のあれか、一文字はもう全部ダメだな。くそー、グリーン小松ぐらいはいいだろう、小松ぐらいはいいだろう。これド M 顔だ、もうド M 顔だからいいだろう。これ外勢が64だからいいだろうこれ。いやー、でもダメだな。女子はいいことにしようか。女子はいいんじゃないか。女子は女子、信濃までは関東。いや、信濃は関東じゃないだろう。信濃は関東じゃないわ。関八州というぐらいだな。女子はいいんじゃないか。岩櫃は関東だ。岩櫃は関東。岩櫃は関東だから、沼田も関東かっていうと、この真田信行までは OK になっちゃうけど、さすがにねさすがにね、出身はね、出身で言ったら本田小松もダメなんだが、うん、でもやっぱ村松殿がな、やっぱり、ね、この女子が一人では悲しいだろう。うん、本田小松までは入れよう本田小松までは入れような。うん、初段はいたしませんよ。リリースして後でね、強くなって我らに挑んでくるがいい。徳川家との交渉があれ進められなくなった。どうしてかな。あれどうしてかな。え、敵視になってるよこれ。え、なんで真田落としたから、真田落としたから敵視になっちゃったの。いや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 、同盟組んでなかったっしょ。だってもうとりあえず宇治原は引き上げるけど、これ繋がってるよね。これ微妙にこれ細いこの山の上通れる。これまあそれはいいんだけど、徳川、あの中に徳川家臣いたのかな。え、それ抱えちゃった私ら。いや、いなかったでしょ。あれかな、真田のおじさんかな。あれ徳川家臣になってた気がするんだよな、最初の方。あれ徳川家臣の気がするな。いやでもリリースした、リリースした、リリースした。いやー、これ正念場来たな。まただいたい兵糧がないもん金もないし兵糧がないとこだ。これが厳しい。無理な拡大路線のツケが今回ってきている。まあそんな感じですね。もう12時になろうとしてますね。はい、そんな感じで今回ここまで。さあ次回、徳川、そして伊達、敵に囲まれております。どうなっていくでしょうか。こうご期待でございます。ありがとうございました。お疲れ様でございます。